はい、こんにちは。116インズです。今月はオールスターにドラフトとイベントが目白押しの MLB ですが、一番今季の戦いに影響を与えるイベントと言ってもいいのが月末のトレードデッドラインですよね。オールスターを境にシーズンも後半戦に突入するわけですが、さすがにシーズンも半分以上消化しましたので、地区優勝やプレーオフ争いに絡んでいるチームとそうでないチーム、少しずつではありますが分かれつつあります。優勝争いに絡んでいるチーム、コンテンダーのチームは月末のトレードデッドラインまでにチームの補強ポイントを見定め、優勝争いから脱落してしまったチームから主力選手をトレードで獲得を試みることになるでしょうが、まだ目立った動きこそありませんが、おそらく月末までに非常に多くのトレードが成立することでしょう。MLB といえば移籍が多いというイメージを持たれる方も多いと思いますが、それを象徴するような時期がこの7月トレードデッドラインまでの時期となります。そしてこのトレードデッドラインで現在先発投手の中でも注目されているのがレンジャーズのカイル・ギブソンですね。ギブソンは2019年のオフにレンジャーズと3年総額2800万ドルの契約を結び、今季がレンジャーズ2年目の33歳。移籍1年目の昨年は12先発で防御率 5.35、ウィンザーボールリプレイスメントもマイナスと正直期待外れもいいところだったんですが、今季のギブソンは昨年とは打って変わってレンジャーズのエースとして活躍しています。ここまで16先発で防御率 1.98 はリーグトップ、ウィンザーボールリプレイスメント 4.4 もこちらも投手としてはリーグトップ、むしろ昨年は何だったんだというくらいの変わりようで、33歳にしてギブソンにとって初めてのオールスターにも先日選ばれました。ギブソンにとってはキャリア最高の年にここまでなっているわけですが、ただチームはまだまだ再建中のチームで、ギブソンの活躍も虚しくAL西地区最下位を独走中。ギブソンの契約は来年までですが、来年レンジャーズの再建が終わってコンテンダーに転じることができるようなチーム状態でもおそらくありませんので、リーグトップの防御率を残しており、かつ残り1年半保有できる今のタイミングこそがレンジャーズにとって最高の売り時と思われます。今月末までにレンジャーズはギブソンを一体どこへトレードし、どんな見返りを得ることができるのかといったところが今注目されているところですね。で、このギブソンですが、今季当チャンネルの動画に登場するのは2回目です。当チャンネルの動画を熱心にご覧の皆様におかれましては、きっとピンときましたよね。来ていない方は後で右上の動画をぜひご覧いただければと思いますが、開幕してすぐの頃に彼の開幕戦でのピッチングについて取り上げました。ギブソンは今季のレンジャーズの開幕投手としてマウンドに上がりまして、で、味方がいきなり初回に5点と、もうあとは普通にピッチングすれば勝利投手になる可能性が高いくらいの援護をもらったんですが、ギブソンは開幕戦の初回わずかワンアウトしか取れず、味方が5点を取った直後に5点を取り返されてしまいまして、初回でノックアウト。開幕投手が今年のギブソンほどに短いイニングしか投げることができなかったのは1982年以来実に39年ぶりだそうで、せっかくの開幕投手の大役でしたが、結果的には非常に不名誉なマウンドとなってしまいました。このギブソンがあれから3ヶ月ほど経って、今やリーグトップの防御率を残しているということで、開幕戦のこの大炎上した時にはちょっと想像できませんでしたよね。しかしギブソンは確かに開幕戦以降は全く別人のようなピッチングを続けています。開幕戦を除きますと4月は33回を投げて防御率わずかに 0.82、 5月も27回で防御率 2.33、 そして6月7月はまだ1先発しかしていないので6月とまとめてしまいましたが、こちらも35回3分の1を投げて防御率 1.53、 これほどまでにずっと高騰しているとなると、開幕戦を境に一体何が起きたのか気になるところですが、開幕戦以降のギブソンは95回3分の1で防御率わずかに 1.51、 またこの間全試合3失点以内ですので、開幕戦初回5失点の大炎上の異質さが際立ちますね。一体ギブソンの何がそんなに変わったのかという話になるわけですが、今季のギブソンは球種のレパートリーに新たにカッターを加えています。これが結構大きかったんじゃないかと今季ギブソンに関してはよく言われていますよね。ギブソンは実に先発投手らしいと言いますか、シンカーツーシームを主体にスライダー、チェンジアップ、カーブと多彩な変化球を操り、試合をまとめる選手なわけですが、今季はここにさらにもう1球種カッターを加えたと。右側の円グラフが今季のギブソンの球種の割合となりますが、スライダー以外の球種の割合は昨年と比べて大きく変わってはいませんので、これまでスライダーとして使っていた枠の一部をカッターに置き換えた感じでしょうかね。カッターを加えるにあたっては、昨年までレンジャーズでチームメイトで今季ホワイトソックスで活躍しているカッターの名手ランス・リンに試合の中でのカッターの使い方などをいろいろと相談したようで、この投手としての劇的な変貌ぶりを見るにカッターを追加したのはギブソンにとってもいい判断だったと言えるんじゃないでしょうか。ただ面白いのがギブソンのカッターそのものはそこまで効果的ではないところなんですよね。投球割合としては 13% ぐらいですが、カッターの被打率は3割6分。まあ良くはないですよね。ただ彼がカッターを加えたことで、彼の投球の軸であるツーシーム、シンカーが蘇ったと考えられていまして、確かに今季のギブソン、シンカーの成績をご覧いただければわかると思いますが、被打率が昨年から1割下がっていますし、その他非長打率 WOBA、XWOBA 全てで改善していますよね。ポイントはシンカーとカッターの平均球速でして、シンカーが今季平均で 92.5 マイルに対して、カッターは平均で 89.2 マイル。割と球速としては近い球種となっていますが、曲がる方向は真逆の2球種があるおかげで、彼のシンカーがより生きるようになったのではないかと言われています。まあ、カッターが増えたことに加えて、今季のギブソンはシンカーの変化量が縦方向にも横方向にも大きくなっていますので、これもまたプラスに働いていそうですが、似たような球速のカッターが増え、さらにシンカーの変化量がこれまでよりも大きくなったことで、バッターがシンカーの対応に手こずるようになったというところでしょうか。他にもギブソンは健康面の改善も今季の活躍の一因として挙げていまして、彼は2019年、2020年と潰瘍性大腸炎の症状に苦しんでいたそうですが、オフにはそういった健康面の問題が緩和し、投球動作等の改善に取り組むことができた点も大きかったようですね。昨年はギブソンにとっても悔しいシーズンでしたが、新しい球種を加えたり、投球動作を改善したりと前に進むことをやめなかったことが、33歳にしてキャリアハイの成績を生むことができた秘訣でしょう。ということで、様々変化をした結果、キャリアイヤーを迎えている今季のギブソンですが、最後にどんなチームが狙いそうかというところも考えてみましょうか。個人的にはこの辺のチームかなと勝手に思いましたが、動画を見終わった後にぜひコメントに皆さんの予想なんかも残していただけると幸いですが、まずはボストンレッドソックス。今季のレッドソックス、正直優勝争いに絡んでくるのは個人的には全く予想していませんでしたが、ここまでエール東地区首位。2位レイズに4ゲーム差つけていますので、かなりいいポジションにいるわけですが、ただちょっと先発陣に不安が残る印象です。実際6月のレッドソックスの先発防御率が 5.32、特に禁止物質の規制が本格化したくらいの時期から、ギャレット・リチャーズがかなり苦しんでいますし、エドワルド・ロドリゲスもなかなか本調子とは程遠い感じですので、この後の戦いも見据えると、イバルディ、ピベッタ、さらにこの後クリス・セールも復帰予定ですが、それ以外にそれなりに頼ることができる先発投手をもう1人くらいは足しておきたいです。ですよね。これが1つ。で、2チーム目はサンフランシスコジャイアンツですね。ジャイアンツもレッドソックス並み、あるいはそれ以上の今季 MLB 全体で見ても最大のサプライズと言ってもいいチームですが、こちらもできればもう1枚いい先発を入れておきたいかなという印象です。ジャイアンツのローテーション自体は決して悪くはないと思いますが、同じ地区のドジャース、パドレスと比べてしまうとどうしても見劣りしますし、それは仕方ないんですけれども、実際6月の先発陣の FIP もドジャース、パドレスよりも悪いという状況です。ジャイアンツの先発陣はゴースマンやデスクラファニーなど、契約が今季までの選手が結構多く、この後の戦いだけではなく、来年のローテーションも含めてギブソンの獲得は悪くないんじゃないかなと思っています。最後はチームの現状からしてトレードでギブソンクラスを補強するのかやや怪しい気もしますが、ヤンキース先発陣の不安は以前のセベリーノの動画でもお話ししましたが、セベリーノの復帰は8月以降で、クルーバーは長期離脱、もしかしたら9月になるんじゃないかというふうにも言われていますし、ジェームソン対応もまだまだ本調子とは言えません。頼みのエースゲリット・コールも最近はらしくないピッチングが続いていますし、ちょっとローテーションは崩壊気味というところでしょうかね。今季プレーオフを本気で目指すならギブソンクラスの先発投手を獲得しないといけないと思いますが、そもそもヤンキースが回転に回るのかがちょっと不透明ですので、ヤンキースに関しては微妙ですね。今挙げたチーム以外にもブルージェイズとかもあるかなと思いましたが、今月末までにギブソンはどこへトレードとなるのか、はたまたレンジャーズも一応来年まで彼を保有できますので、周囲の予想に反してキープするのか、トレード市場の動向から目が離せません。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。